はい、こんにちは。ディーラー営業マン育成チャンネルご検査へようこそ。今日はですね、もうディーラー営業マンあるあるですよ、これ。売れない時、どうしても落ち込んじゃって、仕事辞めたいとかね、もうこの営業の仕事やりたくないとか、っていう思ってしまう方が多いと思うんですけど、まあ僕もそうだったんで、そういう時、取るべき行動っていうのを今日はお伝えしていきたいと思います。まあ取るべき行動3つ今日お伝えするんですけど、メンタルっていう観点、あとは、営業マンとしてのスキルっていう観点からお伝えしていきたいと思います。一つ目は、コツコツ情報発信をしていくっていうことですね。野球選手に例えると、僕ね、野球選手のバッターも結構営業と同じ感覚だと思ってて、ね、バッターだったら、毎回打席が外部要因で変わることがあるじゃないですか。例えばピッチャーがめちゃめちゃすげえやつだったら、なかなか打てないとかね。でも、やっぱり野球選手、毎回運任せで、ヒットが打てるかって言うと、そうではないですよね。そのヒット一本の裏には、運だけじゃなくて、日々積み重ねてるトレーニングとか、いろんな研究をして、いろんな創意工夫をして、コツコツ積み上げた、きたものが、ああいったプロ野球っていう世界にもちろん入れて、で、ね、ヒットを打てるわけなんで、結果だけを見れば、うまくいったり、うまくいかなかったりっていうケースがあるんですけど、根底にある、土台にあるものっていうのは、しっかり積み上げてきたものだから、ああいった結果になってると思うんですね。なんでやっぱり営業マンもね、毎回お客様をただ待ってるだけじゃなくて、あ、売れた売れなかったじゃなくて、日々営業マンとしてアクションをしていくことが大事なのかなって思います。あ、情報発信をしていくってことなんですけど、高級会社を扱ってた時っていうのは、月に僕が新規で対応できるお客さんって1人か2人なんですね。そこを 100% 決めたとしても、月に1、2台しか売れなかったんですよ。お乗り換えが大体販売台数の7割とか6割、まあ多くて8割ぐらい占めてたんですよ。で、僕がその時やってたのが、当時ね、新卒2年目、3年目かな ?22 歳ぐらいかな稲田よりっていう、僕稲田って言うんですけど、稲田よりっていうのをやってて、その時思ったこととか書いたりとか、あとお車のね、情報とか、自分の情報とかを書いて、引き継ぎのユーザーさんとか、あと自分から買ってくれたお客さんとか、一度ショールームに来店してくれたお客様に、3年間ですね、こう続けてたんですよ。こういうことをね、コツコツやってたんですよ。こういう情報発信を。まあ、今も YouTube っていうツールでやってますけど、なんかスタンス変わってねえなと思って。これをコピーして、封筒に一個一個詰めて、お客さんに送ってました。で、やっぱね、お客さんが来ると、この僕が出してる稲田よりのついて話をしてて、そこから車買ってくれたりとかね。今ではね、ツールってめちゃめちゃあると思うんですよ。お店のブログもそうだし、インスタグラム、TikTok、Facebook、こういった YouTube もそうだし、営業マンとしても情報発信していくってことはインプットしなきゃいけないので、もちろんスキルも習得できるし、メンタル的な観点で言うと、売れてる時も売れてない時も同じアクションをコツコツやってくってことはメンタル的にやっぱり気持ちが楽になるんですよね。いや、今は売れないけども、こうやって自分が毎回こうやってコツコツ積み重ねたアクションをしてることによって必ず売れる日が来るからっていうことで自分を信じることができる。自分に自信がつく。新人の営業マンほど情報発信する時間とか、馬の情報とかいろんなことを勉強して、それをインプットして、アウトプットするっていうね、特訓にもなると思うんで、ぜひね、やってほしいなと思います。二つ目は、はい。これはね、仕事を楽しめってことですね。これね、野球選手にもまた例えますけど、やっぱりね、ベースボール楽しんでるじゃないですか。海外の選手って。めちゃめちゃななんか、フォームで、ピッチングしたりとか、なんか、コーチとか聞いてる時に、己のフォームで、なんかすげえフォームで打ったりするじゃないですか。なんかあれすごいね、見てて気持ちいいんですよね。あ、なんか野球楽しんで、まあ野球じゃねえや、ベースボール楽しんでんなって思うんですよね。で、これ何が言いたいかっていうと、上司になんで売れとか、上司にこれやれとか、ね、周りが売れてるから僕が売れてないとか、そういう受動的な観点じゃなくて、自分がですね、自ら仕事を楽しむ、自ら目標を課す、自ら自分のやることを決める。そういうことで仕事をやっていくと仕事って楽しめるかなと思います。メジャーリーガーでやらされ感満々で試合してる人多分いないと思うんですよ。やっぱり自分なりにベースボールが好きで、そこに対してじゃあどうすればもっとヒット打てるのかな、もっと三振取れるのかな、日々こう研究しながら、それでベースボールを楽しみながらプロの世界で活躍してると思うんで、もっと視野を広げてね、さっきの
僕がやってたツールじゃないけど、あれも誰かにやれとか言われてやったわけじゃないので、誰かに言われてこうじゃなくて、自分がこういう風にしたらもっと楽しくなるなとか、もっと売れるようになるんじゃないかなとか、もっとこうすればお客さん喜んでくれるんじゃないかなとか、自分から考えて能動的に仕事をするっていうのが売れない時の秘訣かなと。まあ売れてる時も売れてない時もそういうスタンスで仕事をすることによって、売れない時にメンタルが保たれるんじゃないかなって思います。はい、続いてね、最後3つ目、筋トレをするってことですね。筋トレ、これはね、もう正直言ってね、営業マンとしてね、あのスキルがどうこうとか、筋トレしたら売れるってわけじゃないんですよ。もうこれに関してはメンタルだけになるんですけど、筋トレってこの一つ目二つ目と通ずるとこがあって、筋トレって誰かに言われてやれって言われてるわけじゃないし、自分からわざわざめちゃめちゃ辛いことやってるんですよ。で、筋トレより辛いことってないです。正直ね、車が売れてない時より筋トレの方が辛いです。今日もパーソナル受けてきましたけど、もうここの筋肉破裂するんちゃうかっていうぐらいね、追い込まれるわけですよ。めちゃめちゃ辛いですよ。わざわざそれお金払ってるんですよ、僕。僕が筋トレ始めたきっかけっていうのは、もちろんいい体になりたいっていうのもあったんですけど、幻冬舎の代表取締役ですかね、健城徹さんっていう人が、本に書いてあったんですけど、筋トレっていうのは仕事のリハーサルだと。そのぐらい辛いことを乗り越えるリハーサルっていう風に表現をされてたんですけど、健城さんもめちゃめちゃベンチプレス上げるんですけど、筋トレやってるとね、あのすごいね、メンタル的には自信がつくし、毎日毎日朝起きて早く起きてトレーニングしてることが自分への糧にもなるし、体ももちろんピシッとなるんで、スーツが似合ったりとかね、背筋がピシャッと伸びたりとかねするんで、ね、お客様からしてもいい印象を持たれるとは思うんですけど、それ以上にメンタルが強くなります。僕が IT ベンチャー25歳の時に入ったんですけど、まあその時から本格的にこうトレーニングしてたんですけど、そのきっかけとなったのが同僚のボディビルダーがいたんですよ。で、ボディービルダーとよくね、トレーニングするようになって、ボディービルダーが一回ね、上司にボコボコに怒られた時に、帰り道言ってたことが、あの上司、あの筋肉で俺に怒る資格あんのかみたいに言ってたんですけど。でも、このメンタルすげえなと思ったんですよ。はい。まあ、で、最後の筋トレしろは、まあ、半分冗談で半分本気なんですけど、まあ、この辺をね、あの、売れてない時こそね、やることによって、あの自分の成長とかね、今後自分がなりたい自分に向かえるのかなと思います。お客様が喜んでもらうため、お客様にね、素敵なカーライフを送るために仕事してるんで、まあその辺をですね、考えながら仕事に取り組んでいった方がいいんじゃないかなって思います。多分野球選手だってそうですよね。あの根本的には僕ら営業マンと同じで、やっぱ見に来てくれるお客様を楽しませたい。そのためにじゃあ自分がどういうスキル身につけなきゃいけないかとか、どういう知識を身につけなきゃいけないかとか、まあそういうことになってくると思うんで、まあ営業マンがお客様とこうやって車を通して関われる以上は、お客様に楽しんでもらいたいと。そのために日々何を僕らはやらなきゃいけないかっていうのを追い求めていったらいいんじゃないかなって思います。今日の動画が参考になったと思う方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。